はい、突然切れちゃいました。あ、突然切れた理由は多分ね、あのバックグラウンドであれです、俺わざとなんか音フェチの動画を3本くらい一気に再生してて、多分ヒカルさんの動画が切り替わったときにベーっていうね、あのフリーズしちゃってね、そのわざと負担に、あの負担にパソコンをかけてた、うん、パソコンに負担をかけてたらね、ああそうなっちゃうんだと思ってね、うん、だからブーってなっちゃうと一回フリーズしちゃうんで動画が落ちたかな。でもあれうざいのがね、たまにね、あの全然正常な時にもなんかあのフリーズが遅れてやってくる時があるの。ああもう、ああもう今フリもうすぐでフリーズしそうだなって思って普通に一本の動画に切り替えたらベーってなったり、あの時はね、あの普通にぶち殴りたくなりますよね。でも殴らないんですよ、俺は優しいから。殴ったって何の解決にもならないからねっていう人は多分 DV してる。普通になんだろうな、あのおおおおおってなっちゃって、画角が、画角じゃないんだよ、あの画面の角度あるじゃん、これはまあ超こうだったの、俺上向けてね、火災報知器が見えないくらいの角度でね、なんか火災報知器見せてるやじゃない、多分恥ずかしかったの。火災報知器もね、あのギャラいるから、唯一家具の中でギャラいるのは、あーでもいやエアコンと火災報知器はね、あの出演料が払わなきゃいけないんで振り込まなきゃダメなんですよっていうね、ファンタジーギャグですねっていうね、いやファンタジーで息切れちゃった人ね、うん、そういうのあるよね、うん、いやーでも本当に、あー見えちゃった、まあまあまあコンマ1秒だから許してくれるだろうと思ったらビーム出ますから、あれ気をつけてね、俺払わないと多分ね、あの翌々月くらいにあの急にピシャーンってなってね、俺それでね、もう2、3回くらいね、うーん、あったことはないんですけど、そんなね、ビーム発したことはないんですけど、やっぱり物にも人権があるっていうか、物にも物件、物の権利がある世界をね、あの、揶揄してるっていうか、まあまあまあ、口でね、ブン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 言っている人です。いや、今ここにね、オールドファッションドーナツがあるんですよ。これね、もう、インの、今は影がこう、なんだか、これは、インのオールドファッションドーナツですね。でもね、ヤンキーっていうかね、いやー怖い人が嫌いなんだよ。なんで怖いことすんのって俺思うね。やっぱもうね、俺ヤクザみんななんかピンクのスーツ着た方がいいよな。もう可愛い顔してさ、指とか詰めないでさ、もうなんだろうな、何すればいいんだろうな。うん、指詰めじゃなくて覚悟を決めるときに何すればいいんだろうな。だピンクの葉巻すればいいんじゃないかな。いやもう可愛いものじゃないけどさ、やっぱり俺怖いものが嫌いなんだよ。でそういう世界作ろうかな。怖い人ダメだよって。だから怖い人は可愛いものを身につけて、サンサンサンってね、釣り合うようにしようぜって。もうヤクザ怖いじゃんみんな。で、怖いことするじゃん、あの人たち。やめてほしいな。怖いことしないでほしい。なんか。なんかもうピンクのスーツとか可愛いなんか、マジョリカマジョルカみたいな。それは、なんかブランドだ。なんか魔法少女だなんかの、ステッキ持ってね、お茶しませんかみたいな感じでね、やってなんか、普通にお茶してね、それで悪いことするとかじゃなくて、殴るとか殺すとかしないで普通にありがとうございましたみたいな感じで帰ってほしいよね。うん、でも俺お茶来たらね、普通に断るけどね、そんな怖い人来たら怖いじゃん、それはそれで。まあでもいい人って評判がもう出てきたら、あお茶しましょうってなるけどね、俺喋りたいから。うん、もう銃とかも使わないでほしいな、普通に。もうなんか悪いことしてダメよって言って、もう絆創膏貼ってほしい。うん、絆創膏、なんかピンクの絆創膏貼ってほしいわ。もう本当に怖いもんが嫌いなんだよ。俺土方全部怖く見れる。あの人たちなんか俺ね、あのすごいね偏見があってのは、土方の人ってもうやばいじゃん。土方の人ってやばいから、何かあったらね、あのボコボコにしてくるんじゃないかな。でもうん、もうね、追い詰められた人に、全然追い詰められてるわけじゃないけど、土方の偏見がすごいな。いやでもそうね、なんか偏見あるんだよ。でも怖いんだよな、あの人たち怖いわ。うん、でもサラリーマン、サラリーマンで嫌だけどね、圧迫感はあるだろうけどな。なんかでけえ人が怖いけど、なんか優しくなれないのかな。うん、でも俺は自分のこと優しいと思ってるけど、俺の顔あんまり優しくないし、口臭いしね。うん、俺も口臭いんだよな。びっくりしたんだよ、前なんか1000円カットの店で、あの異常に口臭いやつがいたんだよ。いや怪獣かって思った、マジで。そういう臭い怪獣みたいなくらいに臭い人間がいて、俺も後々こうなってくるんだろうなって思ったら、なんかすごい臭いんですよ。なんか口臭っていう、ダメな口臭、新たな口臭だから、もう図鑑にね、新たにピコーンっていうね、ニュー口臭のね、口臭でした。びっくりした、変な匂いって思った。もう口臭いやつ嫌いだよねって思ったら、俺嫌いになっちゃうんです。うん、いやーでもね、かいいんだ体が、風呂入んなきゃ。ああ
もうマスクつけていけないけど、口臭いもん。口臭いなんでだろうなって思ったら、ね、普通に歯磨きしてね、まあ、舌磨きした後、舌磨き、舌っていうのなんか気持ち悪いけど、舌磨きね、あの舌をね、綺麗に手入れした後っていうのはね、なんかいいんだな、匂いは。普通に、俺はいいと思うからもう臭いのかもしれない。俺が臭いって思ってる香水はどれくらいの威力なんだろうな。うん、破壊光線だろうな、それはもう。で、俺がもういい匂いって持ってる時でも普通の口臭レベルに落ちてるんだから。そう思うと俺口臭怖いな。そう思うと怖くない？俺がいい匂いだなって思ってる人間の状態はもうみんな、うわ、なんか、うわ、臭いなって。もう会計の人は臭いって思うみたいな。俺がもう自分でも臭いなって思ってる人もなんか半径2メーターくらいに、半径の前方にこれくらいのなんかもう、あれだよね。そういう、範囲の狭いなんか戦国武装の必殺技みたいな。それくらいの範囲でね。いや、戦国武装やったことないし。そんな範囲でかいだろ、戦国武装とか。ああいうドチャカチャ。ドチャカチャしてるようなやつは。大体すごいもう360度アタックだろ。まあ、こういうやつでな。これくらいの範囲の人にね、あの、口臭をね、ばらまいてるのかなって思うと、悲しいね。改善しようとは思わない。さすがクズですね。俺はな、結構ポジティブ人間になってきたんで、ね、いや、ポジティブ人間っぽい人になろうかなと思って、なんかすげえなんか嫌なコメントいっぱい書いてくるやついるんだよね。まあ前も紹介したけど、お前はなんか売名バックしてクズの鏡だったなって言われたから、いや、ただのクズよりはいいだろう、鏡でありがとうなみたいな、ね、返して。でもそうじゃないですか、もうただのクズだなって言われたらムカつくけどさ、クズの鏡っていうのはクズの中でも結構位の高い、まあクズ貴族の次になんか偉いじゃん、クズの鏡って。そう考えたら俺嬉しいなっては思えねえけどな、おめえの方が将来的にはクズだからって思いながらね、あのコメント返してますけど、僕は、うん、俺になんか盾つくやつはムカつくんだよなって。でも盾つくっていうのもいいんだけどな。そのドナドナされそうでされてないままムカつくよな。新しい視聴者だけど、ね、宇宙一面白いソフトクリーム食べる動画だから、宇宙一つまんなくて草で返せよと思っちゃったな。でもチャンネル登録してるからあんま悪いこと言わんとこ言ってるけどな、そういう面白、やめよう、そういうな、眠、寝ようかな、うん、ドーナツ食って寝よう。あー、くだらねえとつぶやいて冷めたつ、あ、そうだった、宇宙一面白いソフトクリームを食べる動画も、え、なんで今のピピピって、お風呂かな、まあいいや、ピピピが鳴ったら俺は何か、でも殺し屋のなんか罠かもしれないけど、その時はね、じゃあ一旦ね取っとくか。まあ殺し屋の罠でしたね、うん、まあ絶対にないことでしたねっていうお笑い、お笑い面白、いや普通によくわかんないです、なんかのエラーです、だからなんかのエラーだから、俺わからないことは全部殺し屋の罠ってことにしてるんでね、俺を殺すやつなんていないんだけどな、いるけど、いるよな、あーなあ、でも性欲より食欲だなっていうのは思ってから、最近やっぱ俺食欲人間だよな、割り切ってでも無理だなって思った、こんな顔のやつ
顔でけえデブでくせえってね。まあ、でも容姿に自信はないけどやっぱ面白いと思ってる自分のこと。それでなんかつまんねえよって言ってたんです。いやそれはお前がつまんないだけ。自分より面白いものを評価できる度量がない余裕のない人間っていうね、すごいボロクソに言いますけど、なんだろうな、そんな感じかな。面白いだけで乗り上がってきたよな。でもやっぱり絶対的な面白さで売っていきたいわけよ。その企画力がちょっとでもあると、企画が面白くない時見に行かないんだけど、もうこいつ面白いから何でも見ちゃえみたいになった時はさ、勝ちなんだよ。そこまで俺引きずり込もうかなと思ってる。だから多分固定視聴者を全員みたいな。あ、ダメだ。普通に、いや、体をかく音はちょっと不快音だから。不愉快だね。不愉快と不快ってなんだろうな。心よくはないよ、不だからね。というと、愉快じゃないよ、不だからね。って言うんだよ。適当だけど今のはね。お前何言ってんだって言われるために俺言ってますから。あんまりそのね、真面目にその、あれですよ。ハンターハンターのね、ドッジボールみたいな感じでガーッて取んなくていいですよ。全然避けてもいいですよ。ああ、なんだって受け流してください。危ないんでね、俺の言葉のボールを、うーって持ったらね、あれですよ、イレイザーでもね、消し飛びますから、パパーンみたいな。俺のね、意味不明のね、意味不快っていうか、もうやべえボールですから、やべえ言葉ボールですから、やべえワードボールをね、真に受けるとね、皆さん、死にます。爆発地山でね、汚ね花火になりますんで、ほんでそこのとこはね、よろしくよろしくってね、この2文字ね。いやでもなんかあれだね、ワンパンマンやっと更新されたよね。隔週投稿で、まあ、2週間に1回なのになんかすげえよな。びっくりするぐらい1ヶ月も超えて、なんだなんか1ヶ月と2週間に1回みたいな更新になって、まあ、伝説の村田先生、まあ、アイシールド21ってすごい漫画描いた人だからとはいえ、なんだって思っちゃうけどね、うん、すごいなんかね。でも150ページ更新っていうのがびっくりした。ってなるけどね。でもなんか昔の2週間に1回更新だとすげえボリューム少ない、3ページくらいで終わってるんで、みたいな終わり方してる。まあ、10ページあるかないかみたいなね、アルカノイドみたいな、びっくりしちゃうよね。いやでも最近ワンピース休みすぎだよね、ジャンプ。おー、でもね、それでその働かせすぎて腰を痛めた先生もいるからね。これが本当かどうか分からない、ネットの情報だから。ワートリ全然見たことないけど、ワールドトリガーの先生もなんか2ヶ月連続投函っていうか、まあ、投稿みたいのしてね、腰に重い病気を持ってしまうっていうね。あー、それやべえんだって、でも小田先生は今4週間に1回休んでるって誰かが言ってたかな。誰が言ってたかは知らんが、休んでねえけどな、ぶっちゃけ。ジャンプの休めねえじゃん、小田先生なんて、ハードスケジュール、休めねえと。ああ腰痛え、むちゃくちゃ腰痛え、びっくりした。立って喋ろ、もう腰の痛みに怯えてちょっと立って喋ろ、びっくりした。オールドファッション食べたら治んないかないやでもなんかね、肥満180キロの肥満の人の骨がすごいよってなってて、あ俺もなんか多分ここ骨黒くらいで脂肪がこうなんだなと思ったら、痩せたいなって思ってね。もうなんか勝手に痩せてほしいよね。勝手に痩せてほしいわ。なんで散歩したいんだけど、今暑いじゃん。暑いからもうね、痛い、お尻爆弾、お尻にね、ニキビ爆弾じゃないけど、ニキビ的なもの爆弾がね、なんだニキビもどき爆弾が爆発してね、血がブシャーなんてね、ケツに、これ不快な表現にならないか、鍵のコンテンツにならないかっていうね、ギャグですよ。多分ならないけど。お尻痛え、痛て、病気だけどね、何の病気かよくわかんないですよ。もう放置してるんで、まあ、ダメですよ、そういうことは。でも俺病院嫌いなんでね、って言いながら病気むちゃくちゃ抱えてるけどな、でもしょうがないって思ってね、風呂入れば治るんだけどな、この病気。いやでも風呂入れないんで俺、なんかもうぼーっとしちゃうんですよね。かゆくだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く、背中かゆ、こういう動画ですよ、ぼーっとしてる。
いやチョコモナカジャンボの中のアイス美味しいよね。ピノも美味しかった。普通に赤ピノうまかった。水溜りボンドにね啓発されてうまかった。いやその啓発ってね、股間かゆ、股間かいてる音だから今のね。羽島恭志郎の股間かいてる音 MP4 ってして誰か売り出してくださいっていうね。いやすごいね、かゆ、かゆくてたまらんわ。汚い汚い汚い、うん、一歩間違えればそういうビデオものになっちゃうよ。いやだ誰も買わねえよ、そんな一言しか載ってねえよな、ゴミビデオもの、うん、すごいですよね。なんかディスり方がね、ディスり方っていうな、いいよなディスり方って。そういうなんだろうな、チクチク言葉言い方、チクチク言葉パンチっていうね、チクチク言葉種類みたいなね、そうチクチク言葉まるまるですよねって。適当だね本当に。あ、今変な口の形して顎関節症、最近覚えてないんですよ、あの顎関節症ってやつ。最近すごい病気がなる。お筋チプルンプルンです。痩せてえな、痩せたらお筋チプルンプルンもなくなるけど、うん、なんとなく痩せて、あーもう50キロ痩せたいわ。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く。肩こうやって上げてるようであんま上げてないんでね。あ、ではこう首見せてんのか。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く。あ、肩痛い、肩凝った。今のねギャグで笑ってくれたら幸いです。だらず、うんち、はい、おしまいでーすってね。うんちって言ったらおしまいのしりとり。落合先生はね、俺はなんかあの人の技術的なことは何もわかんないけど、すごい粒組美味しいよって教えたんで、それにね聞かれて食ったらむちゃくちゃうまいんだな粒組って。って言った後に食ったのめちゃくちゃまずいから、今俺はのものはねすごい褒めた後のものは最悪の味になるっていうね呪いを持ってるんで。何でくちゃくちゃするか知ってます？わかんないっす。よくよく考えたら。いやでもくちゃくちゃしてる方が面白いかなと思って。いや考えるのもめんどくさいんですよね。当たるからくちゃくちゃするんだよ。だからなんかスプーンでこうやってやりながら食ったら下の音はなくなるから、うん、めんどくせえな、くちゃくちゃ食うわ。セックスマシーンが物食う時の食い方するわ。わかんない、知らん。セックスマシーンっていうな、ね、いいよなセックスマシーンって。学生臭くないけど、うわ肌の汚エネルギーが爪についてた、汚物質が、お質が